ちに。カルテ03、脅威 F カップ VS 小麦、思い出に変われメグ。いやそれがマジなんだわ。オーディションを見事に勝ち抜いてな。社長もこいつを役者にって芝居の稽古とかもさせてたし、結構営業もかけてたし、その努力が実ったわけだ。萌え、ふん、映画って言ってもどうせお色気だけが売りのしょうもない映画じゃない。素晴らしいですね。通行人だ。通行人。あたしとあんたの格の違いね。当然のキャスティングだわ。小麦はフェイクで大失敗した前科があるしな。通行人に押し込むことすら苦労したんだぜ。ま、勉強だ。こういう現場もたまには見てみろ。ちなみに私は京介さんの妹役。私の演技力からすれば当然よね。めぐみめ。萌え。
メグさん、初めての主演ということでご感想は？初の大役で緊張しますが、全力で頑張ります。皆さん、よろしくお願いします。萌え、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 お前だけは萌え、これは使えそうでございますわ。何って、お前の格好だよ。通行人ってもいろいろあるからな。昭和初期の町にはな、こういう格好のやつ。別にこういうわけじゃねえ。お前、かぶり物専門だろ。中原さん。今日は出番じゃないけどね。別の場面で出演するから見学に来てね。中原さんも今日の出演に参加するんだね。通行人って言ってもさ、画面を引き締める重要な役目を持ってるんだし。だから中原さんも頑張って。はい、それじゃ。小麦ちゃん、また後でね。決定無理。もしもし。萌え。どうしたのかしら。返事がないわね。あれ、もしかしたら小麦ちゃんじゃない。萌え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 。やっぱり別人かしら。あの子。萌え。萌え。
ちているだろう。萌え、萌え、萌え。君も町は初めてかい？萌え。はい。萌え。これが町というものですの。萌え、萌え。カット！そこ！手前のチラシ巻いてるやつ！私っすか。もうちょっと気合い入れて動く。萌え、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 気合い入れるっす。萌え、萌え、萌え、よーし。萌え、まったくしょうがないわね、小麦は。萌え、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 それからめぐ。え、私。お前の芝居はもっとなってない。そんなことで主役が晴れるか。萌え、え、はい、どうもすいません。萌え、それでどこをどう直したら。萌え、わからん。萌え、はい。萌え、萌え、わからんが、とにかくなんとなくだ。萌え、萌え、なんとなく。萌え、萌え、目黒部分からもう一度。萌え、萌え、人を笑った罰だ。萌え、おかしいな。萌え、萌え、え、萌え、萌え、あんな曖昧な指示を出す感覚じゃないんだ。萌え、萌え、萌え、とにかくもう一度やってみます。萌え、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 テスト。萌え、よーい、スタート。萌え、萌え、萌え、これが町というもの。萌え、萌え、来た。萌え、違う違う、全然違う。え、けど、萌え、セリフはちゃんとは言ってたし、役も理解してたと思うけど。萌え、小麦ちゃんにはどう見えた？萌え、そう真面目に聞かれると萌え、どこがどうかよくわからないよ。萌え、監督さんも具体的にどこが悪いって言わないし。萌え、萌え、萌え、どういうことなのかな。萌え、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 あー、もう頼
ペグってなんかムカつくよな。こいつにいたわりなんて必要ねえ。おえおえ、何すんの。おえおえおえ、くんだよ。おえ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 、今度はおえ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 、萌え
Okay.